おそらく今から解説する動画は世界初公開だと思います。こんな解説絶対に見たことないはずです。毎日同じ質問が来ます。無回転がブレない、どうしたらそんなにブレるのか。わかりました、質問に答えましょう。まずはこちらをご覧ください。これらの動画を見た海外勢から、これは合成の動画だろってよくコメントが来ますが、これは正真正銘本物の映像です。あとはブレ玉っていうのは回転がかかっていてもブレます。無回転じゃなきゃブレないかっていうとそうではありません、代表的なもので言えばサイドワインダーとか、バックスピンドロップとかですね。例えば左回転をかけて一見カーブボールになるかと思いきや、球質は無回転球質、無回転球質に左回転をかけることによってこういう風に2度曲がるってわけですね。カーブと見せかけて無回転みたいな。その球質の違いっていうのは、例えばバックスピンドロップ、普通のバックスピンのキック同じぐらいの球速で蹴ってみたいと思います。普通のバックスピンキックですよね。これは無回転球質じゃない普通のバックスピンキックなんで、まあ、普通のボールになるってわけですね。つまりバックスピンドロップっていうのは無回転の球質にバックスピンをかけるからこそ、ふわーっと伸び上がりながら急にストンって落ちるわけです。これらのブレ玉を蹴るためには3つのポイントがあります。1、球速、2、芯に対してどのように力を加えるのか、3、押し出すのか叩くのかです。それでどれぐらいの球速が一番ブレやすいかというと、おそらく90キロから100キロぐらいのこの間で蹴ると一番ボールがブレやすいです。次はボールの芯に対してどのように力を加えていくかがポイントとなります。例えばインサイドの面を横にして横から力を芯にこう伝えていくのと、足首を立ててこの足の甲のラインを縦にして縦で力を芯に伝えていくのではブレ方が変わってきます。そして面白いのがここなんですね、面なのかもしくは点で捉える、点で力を芯に伝えていくかではさらにまたブレ方が変わってきます。どちらがブレるかと言いますと、点で芯に力を加えるのが一番ブレます。いいですか、面で芯に向けて力を加えていくのと点で芯をピンポイントで貫くように力を加えていくのでは意味がガラッと変わってきます。最後です。最初に球速の話をしましたが、例えば野球のピッチャーの投げる100キロのボールとバッティングで打ち返す100キロのボールでは球質が違いますね。サッカーのキックも同じです。押し出すような無回転と叩く無回転では球質が変わってきます。どちらがブレるかというと叩く方がブレるんです。ブレる無回転を蹴りたい場合は点で叩くようにして捉えてください。そもそも点で捉えた場合押し出すのって難しいんですよね。叩くことに特化しています、点というのは。例えば面で押し出すように無回転を蹴るっていうのは簡単なんですよ。こう持ち上げるようにね、包み込むようにこういう風にやっていけば
簡単にできるんですよね。それでただ一つ気をつけなければならないことがあります。点で捉えるってことはそれだけ足にかかる負担も大きくなります。プロの選手なんかでも足首がグイって持ってかれそうで怖いって言うんですよね。なので最初は軽めに蹴って徐々に徐々に力を強くしていって足首が慣れるようにね、こう鍛えられるようにまずはね段階を踏んでいかないといけないです。いきなりフルパワーでやっちゃうとガチでグキッといっちゃいます。じゃあそれらを踏まえて点で捉えて叩いてやってみます。みたいな感じで蹴れます。とまあブレ幅を大きくするためのポイントというのはこんな感じです。点の捉え方とか、まあ、詳しく知りたい方はスレーブショット蹴り方って検索するとまたそれは別途でね、その点の捉え方の動画が出てきますんでぜひそちらも参考にしてみてください。みんな怪我にはくれぐれも気をつけてね、練習頑張ってください。また会いましょう。バイバイ。